ガストロパブの故障が用いられた最初のパブ、ジーグル。ガストロパブ、ないし、ガストロラウンジは、ビールや食べ物を供するバーとレストランを兼ねた飲食店を指す表現。イギリスのパブ文化の中で20世紀末に出現し、21世紀に入ってから普及が進んだ業態であり、世界各地にガストロパブを名乗る飲食店はあるもののイギリスが本場とみなされる。 ガストロパブという用語は、ガストロノミーとパブを組み合わせたカバン語であり、20世紀末のイギリスに期限が求められる。イギリスのパブは、もともと酒を飲む施設であり、食べ物の提供はあまり重視されていなかった。パブで食事を提供することがあっても、通常はプラウマンズランチのように、加熱調理を要しない簡単な食事というのが一般的であった。イングランド南西部、 とりわけロンドンでは、近年に至るまで、夕方から閉店にかけての時間帯には、ザール貝、つぶ街以外、その他の貝類を調理して売ることがよく行われていた。貝類の移動販売の屋台が、パブの近くに店を出すこともよくあり、ロンドンのイーストエンドでは、今もこうした光景が見られる。パブグラブと称される、パブ飯には、イギリス特有の食事である、ステーキエールパイ、シェパーズパイ、 フィッシュチップス、バンガーズマッシュ、サンデーロースト、プラウマンズランチ、パスティなども含まれる。加えて、ハンバーガー、チップス、ラザニア、チリコンカーンが供されることもよくある。ガストロパブという言葉が生まれたのは、デイビッドエアとマイク・ベルウェンが、ロンドンのクラーケンウェルにある、バプ・ジーグルの経営を引き継いだ、1991年とされる。 パブの中にレストランを入れるというコンセプトは伝統的なパブの性格を消し去ってしまう恐れがあるとしばしば批判もされてきたが結果的にパブ文化とイギリスの外食の両方を活性化させることとなったガストロパブの増加はテレビの料理番組人気やモダンブリティッシュと称される創作料理の普及などとともに21世紀初頭に急速に進行した イギリス人の食への目覚めの一環と理解されている。英単語としてのガストロープ部は2012年8月に刊行されたメリアム・ウェブスター大学辞典2012年版からこの辞典に収録されるようになった。ロンドンにはミシュランガイドの星を獲得したガストロパブも存在する。ありがとうございます。